こんにちは。今回は YouTube ではなく Amazon に関するお話をしたいと思います。Amazon でもね、商品レビュー動画を作って、まあ、YouTube や Amazon に動画を投稿したり、レビューを書いたりしてます。結構ね、レビューを書いていったので、現在、Amazon トップカスタマーレビュアーの、2485位と、いうところにいます。まあ、最近はね、あまり商品の、レビューは書いてないんですが、最近、Amazon Kindle で、本を購入したんですが、その本がね、結構ひどい内容で、なんだこれということでね、Amazon の方に、問い合わせを行いました。何がひどいのかということをね、今回お話をしたいと思います。はい、これはね、私のデビュー作の本なんですけど、1ページ分ですね、この容量は。スマートフォン、タブレット、PC で閲覧するため、1ページ分の長さは変わりますけど、文字はね、ページの下までいっぱいいっぱい続きますよね。はい、こちらはね、昨日かな、購入した、本なんですけれど、同じ1ページ分なんですけれど、下がね、もうスカスカに空いてます。本全体の文字数が少ないため、ページ数を稼ぐためだろうと思われるんですけれど、一段落書いた後の、下はスカスカです。このようなページがね、なんと、最初から終わりまでね、続いています。Amazon Kindle の読み放題である Kindle Unlimited では、読んだページ数に応じて著者にロイヤリティが入ります。そのため、ページ数を稼ぐために、図や写真などを入れたりして工夫します。僕もね、デビュー作の本では、写真をね、何枚か入れて、工夫しました。しかし、この本はね、図や写真などを入れるという工夫もなく、ちょこっと書いた後、下はね、全くの空白です。これではね、ページ数稼ぎと言われてもね、仕方はないかと思います。で、早速ね、Amazon に、通報しました。Amazon からこのような回答が来ました。一部読んでみたいと思います。当サイトでは、Kindle コンテンツ自体に不適切な点があった場合は、適宜指導、対応させていただいておりますが、著者への直接的な連絡や指導は受けたまわっておりません。誠に申し訳ございませんが、著者の対応に不適切な点がある場合や嫌がらせを受けた場合は警察などの第三者機関へご相談くださいということです。まあ、そしてね、なぜかね、迷惑料ということで、500円の、クーポン券もいただきました。はい。まあ、この本をね、書いた著者の本のレビューに、きちっとね、本当のことをね、書いたんですが、なぜかね、著者の YouTube の動画で、私と思われるような、レビューのことをね、まあ、誹謗中傷だというふうにしてお話をしているんですが、まあ、それは全く見当違いで、私もね、本が好きで、いろんな本読みます。でもね、読者が迷惑するようなこと、誤字脱字、表現の誤りを、修正しない。一回も遂行も構成も何もしないということを、公言しているってことも、これね、考えてもらわないと、本をね、買ってみないと内容はわかりません。読まなければいい、買わなければいいというふうに、著者は言ってますけれど、その態度をね、変えなければ、Amazon Kindle では、本の売り上げは、伸びないだろうなと思っております。はい、ということで、今回はね、Amazon Kindle で、これページ数稼ぎのためにやってるんだろうなと思われる、迷惑な行為についてお話をしました。それでは今回はこの件で失礼します。